思いい出のアルバムを子供と一緒に見てますかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターおかちです。親も子も楽になるゆるめる子育てラジオへようこそ。この番組では子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。ということで、えー、ゆるめる子育てラジオ第1回目ということでございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。バチ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 。ということでね、えーまあ、ラジオっていうことなんで、まあ、音声中心でございますので、あのー、家事しながらとか、子育てしながら、まあ子育てしながらちょっと難しいかな、まあ、通勤中とかね、お散歩しながらとか、まあ、作業用 BGM っていう感じでね、えー、聞いていただけたら嬉しいです。2回、3回聞いていただいたら、なんとなくね、あのー、自分の子育てをこう,こうしていこうかな、ああしていこうかなっていうね、見つめ直す機会にもなると思いますので、よろしいす よろししくお願いします、はい、いますはだたいね、40分から1時間ぐらいになるんじゃないかな、えー、今日はね、第1回目ということで子どもの自己肯定感を下げない関わり方22ということでもう22個紹介しますこういう風うに関わったら A でってやつ A でっていうのはね、そもそも正解はないんですよ。 正解はないんですが、まあ、僕が子供とやっている時に、えー、こういう関わり方をしているとか、親御さんに勧めている時に、こういうことはどうでしょうかっていうセッションの中でね、提案していること、それを厳選して22個紹介していきたいと思います。こんな感じでよろしくお願いします。でそもそもね、自己肯定感とは何なのか。 そして自己肯定感って何で大事なのか、まあ、ここら辺からね、まあさっと紹介していきたいんですけど、まあ、自己肯定感っていうのはまあ自分を肯定する感覚ですよね。まあ、何があっても大丈夫と思えるような、そんな感覚。そういうふうに実感できているということですね。自分にはこんないいとこがあって、こんな悪いところがある。字は下手やけど、絵はうまいよね、とかね。絵は好きやけど、別に 他の人と比べて上手くないよねとかなんだろう、足は遅いけどジャンプ力はあるみたいな感じでね、自分がどんなことができるのかとか、どんなことができないのかっていうのをちょっと,ちょっとこの分かった上でね、分かった上で、まあ、こんな悪いとこもあるけど、そんな自分、OK って思える、そんな感覚ですよね。これが自己肯定感。ね、何があっても大丈夫だと思える感覚。 でこの自己肯定感は、まさにあのおうで言うたら、一番下の,もう土,の土の中に入っているようなっていうかもうもう土台中の土台ですよ、土土台台中の土台もう家の骨格部分ですかね、家で言うとね、でその骨格部分の上にあるのが、まあ、非認知能力ということで、これはもう柱ですよね。 家の柱、柱の値する部分であり、その柱をしっかり組み立てた後に、えー、次は学力とか専門知識とか、えー、スキル、まあ、テストの点数につながる能力ですね。漢字がどれだけ書けるとか、英語がどんだけ話せるとか、足がどんだけ速いかとか、そういうやつですよ。そういうやつ。そういう認知能力っていうのが、まあ、いわゆるあの家の装飾品、家具とか、まあ、見栄えを作るものですよね。えー、だあのドアノブどれにするみたいな、カーテンどんな色がいいとか、そういう部分ですよ。そこがまさに あの認知能力学力学の部分ですねだから見た目ではねやっぱりそういう学力とかすごくね見栄えがいいしそっちの方が分かりやすいじゃないですか何々大学卒業したとかね見栄えは分かりやすいんだけれども結局その根底にある非認知能力そして自己肯定感が育っていないとやっぱ社会でね何かあった時にポキッて折れてしまう家がね土台ごと崩れてしまうんですね。 でやっぱりその何があっても大丈夫と思える感覚があるからこそ一歩踏み出そうって新しいことに挑戦できるし挑戦するから成長できるできなかったことができるようになりできることがもっとできるようになるということなのでなのでなのでねそういう意味でもやはりあの自己肯定感っていうのはすごく大事だよねっていうことですね実際そのいろんな研究が報告研究の成果がね 報告されてるんですけども、自己肯定感が高い子はそうでない子と比べて幸福度が高かったというようなデ,データも出ております。 でもっと言えばね、親の自己肯定感が子供の自己肯定感に大きく影響するとも言われております。なので、今回はね、あくまでも子育て、いわゆる子供の自己肯定感を下げない親の関わり方を紹介するんですけど、それをそのままね、自分にも使っていただくことができると思いますので、親と子、それぞれの自己肯定感を高めるってことはね、一緒にやっていきましょう。はい。 でちょっとね水飲ませてください、ちょっとあの定期的に飲まないと喉がねちょっと大変なことになるんで、はい、まあ、水というか重曹クエン酸水でございます、あの体をアルカリ性にしてクエン酸によって疲れを取るってうやつ、うん、蜂蜜入れてねいい感じでエネルギーも補給できました重曹クエン酸,水クエン酸、えー、蜂蜜水でございます。 はいそれではねもう早速子どもの自己肯定感を下げない関わり方を22個紹介したいと思います、えー、まず1つ目、ダメを条件付きのいいねにする、ね、これダメっていうのは何だろうあれやったらあかん、これやったらあかんって、ねえー、静かにしなさいってですね、えー、ゲームしたらダメと早く寝なさいテレビを消しなさいとかねそういうやつです。 子供に何かしらその子供の行動を抑圧したり禁止したりするような言葉ですね。ダメ!○○〇〇はダメ!○○〇〇してはいけませんっていうそういうなんだろうな、条件付きの、条件付きというかそういうダメっていうのを条件付きのいいねにする。ね、ゲームはダメではなくて8時までならゲームはいいよ。ねね、あ条件付きのいいねじゃなくていいよいいよの方がいいかな。 いいねにするってあの看板に書いてたけど、いいようにするってちょっと変えときますわね。あのすみません、これは完全にこっちの話です。すみませんあの。皆さんが見ている動画にはね、いいようにするになってますね。ダメを条件付きのいいようにするね。まあ、いいねでもいいんかな。まあ、いいねでもいいか、まあ。どっちでもいいや。すみません。まあ、とにかく、あれやったらあかん、これやったらあかんっていうのを、えー、おやつやったら100円まででいいよっ、ねえーっとあのー。公園のここの範囲やったら自由に走り回っていいよ。 っていう風に、公園で走ったらあかんではなくて、ここだったら走っていいよっていう風に条件を与えて、えいいよっていうことを許可を与えていく。これすごく大事ですね。あれやかん、これやかんって言われたら、ね、自分の中であれやりたい、これやりたいなってなっても、あ、どうせ怒られるんやろなって言って、自分の中でね、これもう消してしまうんですよ。やりたいってこの欲求であったり、興味、関心、好奇心が湧いてきても、自分で消してしまうんですね。どうせ怒られるって思って。で、 そう,ね、そうすることで自分とつながれなくなる。そのやっぱり自分とつながるってすごく大事じゃないですか。自分が何が楽しいのかとか、自分が何がやりたいのかって、不快やなと思ったら我慢する。我慢することも大事なんだけど、それ以上に不快なことをどうやって会に変えていくのか、これが大事じゃないですか。不快やなって感じても、あ、もう我慢しようじゃなくて、この不快やなって感じてる、この感じをどうやったら会にできるんだろうと。ねえー、じゃあ、クーラーつけてほしいなと。クーラーね、えー、じゃあ、ちょっとつけさせてもらっていいですかって頼むとかね。 そういういことです。それがね、OK って言ってもらえるか断られるかわからへんけれども、不快なことであったり嫌な気持ちを、えー、自分のことでなかったことにするんじゃなくて、それをどうやって叶えるのかって考える。これがね、非認知能力を高める。そして自己肯定感を高めることにつながるんですね。自分が嫌なことを嫌って言える。言っていいんだ。欲しいものを欲しいって言える。言っていいんだ。この感覚によって自分は OK って思えるようになるんですね。 ダメを条件付きのいいねにする。まあいいねにしよう。いいねでもいいよでもどっちもいいですね。はい。それでは2つ目。 褒めるる仕組みを作るあ,これいいよ、ね、あのー、もちろんね、子供のいいところを見つけたら、あ、大ちゃん、大ちゃん、えー、今日頑張ったねとか、早起きできたねとかね、あ、この絵上手だねみたいな感じでね、まあ、その見たときに、気づいたときに褒めるってことはあると思うんだけど、それだったらこれ、ね、ムラがあるわけじゃないですか。今日は一つも褒めてなくて、えー、昨日は三つ褒めた。で、明日、 明日は、えー、明日ってものは未来だから、まあ、例えば明日ね、終わったし、明日、明日はじゃあ3つぐらいになったかなとかわからへんけど、とにかく、まあ、日によってまばらになってしまうし、ムラがあ,あ,あるってことですね。気分によって褒めるとなるとね。そうじゃなくて、褒める仕組みを作るということだね。褒める仕組みね。例えば1の、一日ご飯の時にね、ご飯夕食食べてる時に、えー、その子の話を聞いて、 話を聞いて、学校どんなことあったって話を聞いて、その話の中で何か気づいたことを一つ褒めるようにするとかね。とか、するとか、えー、何だろうな、例えば、宿題ができたら、スタンプカードを押してって言って、宿題をできたらおか、あのおかちに言ってねって言って、で、おかちにとこ持ってきて、宿題できたよって言って、で、そのスタンプを押してあげるんですよ。スタンプを押してあげたら、よくできたねって押せるわけじゃないですか。そういうふうに、んだろう、スタンプカードがあれば、宿題ができたたびに褒めるっていうタイミングが生まれるし、 ね、ご飯の時に、なんだろうな、えー、その日あったことを教えてって言ってたら、その時に褒めるっていうのができる。つまり、気分によって褒めるんじゃなくて、褒める,褒めることができる、その褒める回数を増やせるような仕組みを作っていくってこと、これいいよね。子供のいいところを見つけたら、なんならリビングにね、えー、子供の成長ツリーみたいな、なんか木のね、 あの枝みたいなんだけ書描いといてね、えー、い,い,とこでいいとこ見つかったりできたことがあったらそこに付箋をペタペタ貼っていって大きな木を作っていくな緑色の付箋あるじゃないですかあれをハート見立ててねなんとなくわかりますあのこうツリーのねあの茶色の根っこ根っこから茎の部分だけつあのあのクレヨンかなんかで描いといて、えー、子供ができたことがあったらねなんかあれできたこれできたってあったらそれを付箋に書いてできたねっていうふうにこれな、あのー、付箋に貼っといたらなこの子供ができたこと っていうのが自分自分身でで確認できるよね子供もねそれを家族全員で確認できるじゃないですかで、普段子育てでね携わってないパートナーもそれを見たらねあ、大ちゃん、絵を描けるようになったんやなってで親からあのパートナーからも褒めるそういうタイミングを作れるわけでしょそういう褒める仕組みを作るこれめちゃくちゃおすすめでございますその3否定,語と定、えー、否定語と指示語と禁止語を使わないということ えーまあ、使わないっていうのはこれ無理なんであの頻度を減らすっていうのがいいんじゃないかなって思います。そっちの方が現実的ですよね、まあ、否定語っていうのはさっき言ったまるまるはだめよってやつ指示語っていうのはまるまるしなさい、ねえー、テレビ消しなさいとか早く食べなさいとか、えー、準備を早くしなさい服を早く着なさいとかそういうやつですね。 指示するまあ、命令語にも近いね。指示語と命令語。ここら辺一緒よ,よね。あと、禁止語はまあ否定語と近いよね。あ、こっちの方があれやな。〇〇ダメってやつやね。テレビを見てはいけませんとかね。えー、こっちの方がダメだよね。否定語っていうのは、えー、こんなところはダメって。あなたのこんなところはダメ。なんでいつもそんなことやってるのとかね。えー、また間違えたの。何度も言わせないでっていう風うに否定する言葉ですね。で、さっきのダメっていうのは禁止語になるわな。ゲームしてはいけませんとか。 でこういう言葉よりも、よりもね、疑問語。ね、〇〇したらどうかなとかで。丁寧語。〇〇,するの、えー〇,〇えー、してもらえませんかとか。そういうことね。丁寧語ね。であとは、えーだろうえーと、疑問語と指示語。うん、ここやな。あ疑問語と、えー、丁寧語を使う。これがすごくいいよね、えー疑問。疑問語っていうのは、これこれしなさいじゃなくて、えー、あなたはどうしたいのとか。 A と B、えー、カレーライスとカツ丼、どっちが食べたいのとか、相手に選ばせるような機会を作るってことね。これすごく大事だね。子供が自分自身で選ぶ機会を作ることが、その自己肯定感につながるね、えー。自分で選んでいいんだと。自分で決めていいんだっていう、その感覚じゃないですか。ね、そこがすごく大事。 自分,がき自分で決めたらあかんのやとかね。自分がやりたいことがあっても自分で決められないんだってなると、やっぱり自己肯定感が下がってしまうよね。なので、否定語と指示語と禁止語、極力使わないっていうのがいいんじゃないかなと。ゼロにするのは無理なんで、ゼロにするのは無理なんで、えーまあ、あの疑問語と、あっち,あっちやな丁寧、丁寧な言葉。自分の親友に語るような感じあね。あの子供を親友と見立てて、親友やったら、 こういうこと言わへんなって思うことは極力言わないっていうことがいいんじゃないかなと思いますどんどんいきましょう心配ではなく信頼するこれ5つ目だよねはい心配っていうのは、えー、あなたが心配なのってやつです大丈夫かな危ないんじゃないのやめといたらっていうやつです子供のことが心配になる将来困るんじゃないのって あなたのために言ってるのよというそういう心配心配っていうのはも,もちろんね子供のためを思ってするものではあると思うんですけれども、えー、受けてからすると僕のことを信じてもらえていないんだって感覚になるんですね一番大切な親に信じてもらえていないとやっぱり子供もね自分のことを信じられなくなるいわゆる自分を肯定できなくなるんですねだからこそ心配ではなくて信頼するつまり任せるということ もちろん、すべてがすべて任せたらいいってわけじゃなくて、子供ができそうなことは、これあなたやってごらんって、ね、えるまるやってみるっていうふうに、どん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 任せていくということ。で、任せたことは口出さない。これすごく大事なんですよ。任せながらね、親の期待通りに、キュウリを切ってくれへんかったら、いや、そうじゃない、こうだよとか言ってしまったりとかね、そういうふうに、任せたんだったら、あの、口出ししない。で、ね、え子供がアドバイスを求めてきたり、 なんかこっちがねなんか人、もっと良くなる提案があるんだけど、えー、聞きたいって聞いて、うんって子供が言うんやったら、アドバイスや助言をしてもいいと思うんだけど、基本的に任せないってことはす、あ、まあ、すません任せたいな、ちゃう。あのね、口出ししない。これがね、すごく大事なんかなって思いますで。信頼されること、任せないこと、任されることでね、あ僕は信頼されたって、ね、任されたって気持ちになればね、自分で自分のことを肯定できるし、自分で、 決めてやったことだから、そこにやっぱコミットするんですね。やる気が上がるってことですよ。人からやりなさいって言われたことよりも、自分が任されて、えー、自分で選んで、それでやったことっていうのはね、えー、そこにやる気が生じて自社、自発的に自主性を伴ってやるようになるから、えー、これとてもおすすめです。えー、任せるということ、心配ではなく、信頼する。はい、次は6つ目。 感謝をアイメッセージで伝える、ね。子供にありがとうっていう,え、ねあのー、いう気持ちを伝えるってすごく大事だよね。えー、子供がやってくれた行動、お手伝いでもいいですし、えーね、何でもいいじゃないですか。そういうふうに言ってくれた。お母さんいつもありがとうって言ってくれた。ね、そういう嬉しい気持ちになった時に、いや、こちらこそありがとうやでとかね。えー、あなたが、えー、なんだろうな洗濯物を畳たたんでくれて嬉しいわとかね。そういうやつですよ。そういうやつ。 その日頃の感謝をアイメッセージアイメッセージっていうのは誰が嬉しいのかつまり私が嬉しいんだから私は嬉しいよっていうことをあの私を主語にして伝えるということこれすごく大事ねそうすることでね人の役に立つ喜びっていうのも感じてもらえるしそれは将来のキャリア教育にもつながるよね、えー、仕事っていうのは誰かの役に立つことで報酬がもらえるつまり誰かの困っていることを解決してありがとうと言ってもらえることそれが 仕事ですよね、うん、そういう意味でも、あのー、あこういうことしてもらったらありがとうって言ってもらえるんだとかこういうことしてもらったら嬉しいって思ってもらえるんだってねそれを知ることは大事だからそれを積極的に自分の気持ちを伝えるってことはえー、えー、んじゃないかなと思います子供が何かしてくれた時に自分その,その感謝の気持ちを i メッセージで伝えましょうはい次いきます7つ目ですねあこれはね めっちゃ大事。めっちゃ大事あのー、子供の成績表と自分の価値を切り離すということこれはねめちゃくちゃ難しいんだけどめちゃくちゃ大事なことだと思います。 これどういうことかというと、子供の、なんだろうな、えー、行動であったり、まあ、学校の点数であったり、順位であったり、日頃の振る舞いが、自分の人間価値、親としての存在意義であったり、自分が、えー、自分の価値ですよ、そのものの価値、人間としての価値と一緒く単になってしまう。そうなるとね、あのー、親も子も苦しくなるんですよ。 で子供もね、プレッシャーじゃないですか、ねえー、勉強しなさい、勉強しなさい、だって親は勉強しなさいって言うでしょだ、だって勉強ができるかどうかが自分のちゃんと子育てがどれだけできてるかっていう,そう指標になるからとか、ねえー、こあの周りみ,みんなになんだろう、友達にありがとうって言ったりね、謝れなかったごめんなさいが言えないってなると、挨拶ができないってなるとね、自分がちゃんとしつけをしてないんじゃないかとか、ダメな親と思われるんじゃないか、変な親やと思われるんじゃないか、ほったらかしにしてるんじゃないか。 自分はダメな人間なんじゃないかって思ってしまうねだからそう思われないように思われないような子供との関わり方になっちゃうんですねつまり子供のためになるかとかではなくて自分が人間としての価値をちゃんと、あのー、損なわないような関わり方になっちゃうんですよだから親,親として周りの人がからどう見られるっていうことを中心に子供と関わってしまう世間に恥じないような、えー、子になら子育てないといけないってことですよ でそこには子供の気持ちがないじゃないですか子供が何をしたいとかあれをしたいこれをしたいっていうことではなくて自分が親自身がどう見られるかで子供と関わってるとなるとね子供もいやそれあなたのためよあなたのためよって言うけど自分のためや自分がね世間に恥ずかし世間でね、えー、なんだか笑いのにされたくないから、ねえー、自分の世間体でそういうふうに言ってるだけやろ って思われると、やっぱ親子の信頼関係って崩れていきますよね。いや、それお前のためやんって思われるとね、言ってることとやってることが違う方はそうじゃないですか。で、そうやってプレッシャーを与える。つまり、えー、ね、あの、本当はこれをしたいんだけど、本当は、なんだろうな、 え何でもいいですよ、本当はじゃあストリートダンスをしたいんだけど、それだったらなんかねあの不良になったと思われるからと、そんな思わないですよ、この,この現代ではね、だからもう例えば親がそういう価値観を持ってたとしてね、<laughs> 娘にフリストリートダンスをしたら、非行になるんじゃないか、非行に走るんじゃないか。 とかね、昼夜逆転するんじゃないかストリートで練習して危ない道に行ってしまうんじゃないかとかねもうもうげこの現代ストリートで練習している人の方が少ないですよもう最近はスタジオでほとんど練習してますからね特にキッズはね、はいでまあ、そういうような価値観で子供と関わっていると、ね、いやストリートダンスじゃなくてバレエ習いなさい そっちの方が女の子らしいからみたいな感じでねなってしまうと子供はやっぱり自分の気持ちを肯定できなくなる自分があれやりたい、これやりたいって言ってもどうせ周りの目が気になって周りの目を気にして僕私のことなんかどうでもいいんやろってなってしまうんですよ自分のことを肯定されてないっていうそういう風うに、ね、なってしまうと自己肯定感が下がっていくということなので、えー、しっかり子供の成績表、子供の言動今の子供の状態、パフォーマンスとね自分の人間としての価値を切り離す。しっかり境界線 を引くということですねこれどういう風に境界線を引くのかっていうことね、またこれがっつりやっていきたいと思いますね。おかちの親も子も楽になる緩める子育てではそのあたり、えー、がっつり紹介しているのでぜひそちらもね概要欄に貼り付けておきますので、えー、読んでいただけたら嬉しいです ね、あとね、おかち、ボイシーってね、あこの、今のこの、なんだろう、この、める子育てラジオはね、大体60分って長尺なんですけど、えー、ボイシーではね、それを10分とか15分とかでね、えー、毎日短尺で、もう短い軸で、尺で話してますので、ぜひそちらもね、合わせて聞いていただけたら嬉しいです、えー。そちらのボイシーのおすすめ放送も概要欄に貼り付けておきますね。はい、じゃあ次行きましょうか。次は8個目。まだ8個目。 22個もあるよね、これ。いけるかな頑張ろう。はい、8個目。本当に思ってることを言葉にする。あ、これ今、おかち言ったね。<laughs> 本当に思ってること言ったね。いや、22個できるんかなって、今、20分ね。20分。20分で22個ということは、えー、22個やったら、まあ、40分、50分とかそんな感じやな。うん、あと30分ぐらい。頑張りますよ。 そう、これ本当に思ってることを言葉にするっていうのは、なんだろうなここ難しいんだけど、本当に思ってる、例えばね、えー、子供の目二重あ子供の目が小っ,っ,っちゃかったら、な、ちっっゃかたら、あんた目が小っちゃいねっていうこと。これこういうことじゃないですよ <laughs> うう。それはやめた方がいいよってわかるじゃないですか。そうじゃなくて、えー、本当はこれを言いたいんだけど言えないことってありません子供の、えー、気を使って、子供に気を使って。 パートナーに気を使って、いや、本当はこれをやってほしいし、本当はこうし,たいしてほしいし、こういう気持ちを分かってほしいんだけど、うん、言うのやめとこってありませんか、ね、言うのやめとこってなって、で、思ってることとは違うことを言ってしまう、そんなことありません、ね、あの今、子育て本とかでね、こういうふうな声がけをしましょうっていう声がけ何千みたいなのあるわけじゃないですか。 ね、だからその声がけさえして,しておけば声言葉だけ変えれば子育ては変わるし子供は間違いなくうまく育つっていうふうに、ねえー、勘違いしてしまって、えー、内心思っていることに蓋をしてしまって言葉だけ変えてしまうことがあるんですねそうするとやっぱり言ってることと内心にギャップが出てきちゃうんで、ね、ギャップが出てくるとで子供は内心を読む達人だから言ってる言葉以上に、ね、親の本心を読もうとするんですよそうじゃないですか 僕たたたちち私もそうだったでしょ親が言ってる言葉以上にいや本当はどう思ってるのかな私、ここにいてていいのかなと邪魔じゃないかなとかね、えー、私のせいで、僕のせいで、えー、なんかを嫌な気持ちにさせてないかなとか、ねおおね、あの僕がねあの6年生までねおねしょしてたんですよ。 ね、大ちゃんいいよ、大ちゃんいいよって言ってたけど、言ってたけどね、実際お母さんはものすごく心配してて、あのね、兄弟っていうかあの、化粧する兄弟っていうんかな、あ,のあるじゃないですか、そこにあのあのお,ねしょのおねしょの直し方みたいな本が3冊ぐらいあって、いや、めっちゃ気にしてるやんって思ってね、まあ、それ優しさやったんかもしれないけどね、あのでもその時に、あっ、親の言ってることと、えー、思ってることは違うんだって思ってしまったんですね。 そうなると、これから親が何を言っても、いや、これどうせ嘘なんやなって思ってしまうようになると。そうなると、やっぱ親子の関係に日々が行くわけでしょ。で、親子関係というのは自己肯定感にそのまま影響するから。ね、親子の間にお互いが安心感を持てる関係性を作ること。そこはね、自己肯定感を高めるためにすごく大事なので。 そういう意味でも本当に思ってること本当に感じてることこれ、えー、言ったらダメかなって思うようなこと言いたいけど言わんでもいいこと言わんですよ余計な一言言えてるわけ言ってるわけじゃなくて、えー、言いたいんだけどいっていうふうにこう我慢してしまうことそれをどういうふうに言ったらこの本音を伝えられるかなっていうことを工夫して言葉にしましょうっていうことですはい9つ目カメラ散歩ちょっとね重曹クエン酸蜂蜜水飲ませてください はい、カメラ散歩、これも読んで字のごとく、あのー、カメラ、まあ、スマホでもいいんですよ。スマホとかカメラを持って一緒にお散歩しようねってことです。で、一緒にお散歩しながらね、えー、っと美しいなって思ったものをね、ちょっと写真撮ってみようみたいな感じ。まあ、子供にスマホを貸して、まあ、スマホがあれやったらね、あの子供用の、あのー、写真とかあるわけじゃない写真撮れるやつとかあるわけでしょ。安いみたいですよ。3000円から5000円ぐらいであるみたいですよ。ちっちゃいやつ、もうあの手のひらサイズのやつね、パシャパシャ撮れるんですよ。 そうやって散歩してね、美しいなって、これみんなに友達に見せたいなって思うものをどんどんパシャパシャとっていこうっていうこと、うん。そうすることで何が良くなるかっていうと、この世の中のいいところが見つかるようになるんですね。 それは、この世界の美しいところ、この世界の綺麗やな、おもろいなって思うところもそうだし、それは友達に関してもそうかもしれん。友達のこんな、あの友達の髪型結構いけてるやんと。まつげなんて美しい、このカール具合、最高みたいな感じでね。<laughs> なんというか、その世の中のいいところが見えるようになってくる。そうなるとね。 あの自分のいいところを見つけられるようになるんですね。自分のいいところを自分で見つけられる。そしてそれを認めてあげて受け入れることができたら、自己肯定感って上がるよね。これとてもいいので、あのコミュニケーションにも使えるので、親子のね。どんなん撮ったーって言って、私これ美しいと思ったら可愛いでしょう、この花みたいな感じでね。コミュニケーションの材料にもなるので、カメラ散歩とてもおすすめです。そして10個目。子供が褒められたらお礼を言う。どうでしょうか 習い事の先生とか、ママ友とかにね、子供、まるちゃんしっかりしてるねーとか、まるちゃん今日もダンス上手いねーとか、まるちゃん今日もシュートいいシュートしてるね、どうやってんのどんな練習してんのってね、褒められることあると思うんですね、少なからず。で、その時に、なんて答えるかですよ。 いや、そんなことないですよ。全然。とか、えー、家ではグータラばっかりで、全然勉強してくれないんですよ。とか、弟ばっかいじめ、弟にいじめて、えー、ちょっかいばっか出すし、みたいな感じでね、謙遜したり、子供の悪いところを言ってませんかっていうことですよ。ね、えー。それを子供は聞いてるんですね。いや、お母さん普段は褒めてくれるのに、みんなの前でバカにされて、恥ずかしい言ってほしくないことまでゆ言われて、なんか自信なくすわ、ってことでしょそんなことありませんか あ僕、習いいい事の先生なんんででっぱい褒めるんですよ、ね。親御さんにこんなとこ良かったよこんなとこ良かったよって言ったら半分ぐらいの方がいやいやそんなことないですって <laughs> 謙遜されるんですねでもう,半,もう分のぐらい半分の中の半分の方の半分ぐらいがいやその子供の悪いところを教えてくれるという <laughs> ような感じなんですよ、まあ、それが日本人の習性というか謙遜は美徳みたいなところがあるわけじゃないですかいや僕は全然そんなことないと思いますよ うん、そんなことないと思うんだけど、まあ、褒められたら素直にそう言ってもらえて嬉しいですもうこれでいいんじゃないかなって僕は思いますいかがでしょうかそして11個目子どもの輝いている写真をリビングとか部屋に貼る。 あ、これはいいですよね。まあ、何かしら貼ってると思うんですよ。子供の可愛い時の写真とかね。まあ可愛い時の写真とか、まち、あ、っちゃい子の写真はいいんだけど、輝いてる写真っていうのがすごくいいんですね。で、これ、うちでもやってて、うちはバスケとかダンスとかね、英語とかもやってるんだけど、やっぱりその大会とかアウトプットとか発表会とかね、そういうリサイタルとかあった時には、カメラマンに来てもらってね、カメラマンに子供の輝いてる写真を撮ってもらうんですね。で、その輝いてる写真を後で親御さんにね、メッセージ付きで渡すんですよ。 今までチ自分のことしか考えてなかったパスができなかったんですけれども、えー、試合前のミーティングで、えー、お前のことを信じるからパス出すわってこの子が言うてパスを出した時の写真なんですよって。 一歩、えー、新しい,新しい、えー、感覚を身につけた、そんな時の写真です、みたいな感じでね、えー、とかね、あのーまあ、この前もあったんですけど、なんだろう、全然シュートがね、リングに届かない子がいたんですよ。まあ、それが普通なんですよ、低学年はね。届かないというのは何,何も別におかしいことはないんですけど、えー、1年、2年練習してて、リングに届かなかった。でもその子がね、えー、もう突然ある日、まあ2、2週間ぐらい前かな、あのー、おかちおかちって言って、 リン,グリングに届くようになった、シュート入ったって言って、ね、2年ぐらい練習してたんだけど、全然届かなかって、その子用に、ね、リングに当たったらとか、ネットに当たったら1点って、その子に合わせたルールとか作ってたんだけど、なんとシュートが入るようになったということで、ちょうどその時きの、ね、記念写真して撮ってね、覚えとくんやで、この瞬間って、今まで全然届かなかったやろと、できなかったやろ、できないことあったやろ、でもこの2年間、あなたがここのコートに来て、ね、おかちと一緒に練習して頑張ったから。 ね、入るようになったんやでこのこと忘れてあかん、ね、これから、ね、6年生まで、まあ、いろんなことあると思う、ね、バスケ続けるにしてもいろんな失敗したり負けることもあると思うけど、ね、ここで諦めずに一緒にお勝ちと頑張ってたらできないこともできるようになって上手くなっていくから一緒に頑張ろうねあなたならできるよってメッセージを親御さんがいる前で、ね、子供にも伝えてあげました。 でその時の写真っていうのはね、多分何らかの形で記念になってるんじゃないかなって思います。<laughs> まあそういうふうにね、あのー、子供が輝いてる写真、ね、その子供がも一番好きなことをやってて輝いてる写真がいいかもしれないな。ただ単に何だろう、どこどこ、なんたらアリスみたいなところでね、写真を撮ってそれを飾るっていうよりも、可愛い写真よりも輝いてる写真の方がおすすめでございます。はい。ということで、ようやく半分終わりましたね。こっからもう半分いきましょうか。 えー、12、思い出のアルバムを一緒に見る。まあ、これもね、えー、カメラ散歩とか、えー、さっき言った輝いてる写真を部屋に貼るに近いんだけど、子供がねちっちゃい頃から現在に至るまで、まあ、どのように成長してきたかっていうのを、えー、話してあげるんですね。 この時は全然話せなかったんだよとか、よちよちして歩けなかったんだよって、あこの時は初めて歩けた時の写真だねとか、あこれをおねしょ,おねし,ょしてあの世界地図みたいな感じで記念写真撮ってる時の写真だよみたいな感じでね、えー、これまでのなんだろうないろん、いろんなストーリーとかエピソードがあると思うんですよ。いっぱいあるはずなんですよ。写真の枚数分だけね。でその時の話を聞かせてあげるって、これすごく大事だよね。そうするとあ、僕は、私は愛されていたんだっていうことが実感できるわけじゃないですか。あの できないこと何もできなかった状態だったけどちゃんとここまで、えー、命を守ってくれてたそういう存在がいたんだってわかる、うん、それだけでもう、ねあのー、嬉しいんですよ、うしいんです自分は生まれてきてよかったんだとそう思える感覚が、ね、そのまま自己肯定感につながっていきます僕も,、ね、もういつも実家に帰るとき毎回、えー、思い出のアルバムの写真を1時間くらいかけても見てます。 まあ僕が見てるのは今一人ですけどね、今一人で見てるんだけど、昔は一緒にみんなで見て話してたんだけど、今はね、一人でも見てます。その時の習慣が、ね、しっかりあのついてるんでしょうね。この時はああだったな、あの時はこんな気持ちだったなっていうこと、よう乗り越えてこれたな、自分、最高みたいな感じでね、ちゃんと自分を褒めることできてますよ、そこでも。はい。 えー、こんな感じでね、ゆるめる子育てラジオをやっていきますよ、今まだ12ですよ、終わってないですよ、はいでああのー、まあ、ねこんな感じで <laughs> ゆるーりとやってるんで、あのゆるーりと聞いていただけたら嬉しいです、あの全部覚えなきゃとか、全部メモしなきゃじゃなくてね、あの何回もこう何回もこう繰り返し聞いていただければ、それで OK ですで、おかっちが言ってることが正解じゃなくて、こんな方法もあるよっていう、なんかね、参考にしていただけたら、その中の一つでもねあ、これやってみようっていうのがなんかあればね、全部やらなあかんってなると苦しくなるから。 なんかこれええなって思うところだけ、まあ、取り入れていただけたら嬉しいです。それでは次いきましょうね。13、役割を与える。あ、これすごい大事ね。家の中で役割を与えるということ。まあ、僕は教室の中でね、役割を与えてるんですけど、その子が得意なことで、その子が活躍できることの役割を与える。ね、あの、じゃあ、あの、なんだろうな。 今日のね、イベントの MC。MC はあなた、あの、お話しするの得意やから、じゃああなた今日は MC 大臣に任命するわ、みたいな感じでね。で、お笑いが好きで、お笑いが好き。得意な子がいたら、じゃああなた今日はお笑い大臣に、えー、任命します、みたいな感じで、何かしらの役割を与える。家の中での役割を与える。これすごく大事だよね。うん。で、あのー、前、まあ、いつかボイシーでも話しましたけど、なんだろうな、あのー、お手伝いそれ。家の中の家事。 家事あるじゃないですか、家事ね。洗い物とか洗濯とか、ね、片付けする。その家事っていうものをお手伝いと表現することがどうなのかって前話したんですよで、ね。お手伝いっていうのはそもそも自分ではない誰かの仕事を手伝うこと、これがお手伝いなんですね。協力すること、これがお手伝い。だけど家事っていうのはそ,そもそもが親だけの仕事じゃなくて、そこに住んでる人全員がすることだと僕は思ってるんですね。 みんながそこに住んでいる限り全員がコミットして、えー、全員が居心地のいい場所を作る責任があるとそれはママだけじゃないパパだけじゃない子供ももそうなんだということそれをちっちゃいうちから教えていくことが大事なんだとなのでお手伝いしてありがとうっていうお手伝い,お手伝い家の中のお手伝いをさせるというよりもそのみんなが楽しい空間を作るための 一人一人が役割を持つということ。で、私は料理を作るから、あなたは自分が食べたものはちゃんと片付けてねと。ねお風呂洗いは週、えー、毎日、えー、3日に1回してねとか、そういうふうに役割を与える。で、私はこれをやるからっていうふうに、ちゃんと役割をちゃんと伝えて、えー、与えるということ、をすごく大事なんじゃないかなって思います。そうやってね、これも先ほどの、えー、任されるっていうことにも近いんだけど、信頼するっていうところを話したね。 心配ではなく信頼するってところの話だけど、任されるとやっぱりね、任されたって言ってね、自信が湧いてくるから、信じてもらえたってことじゃないですか、任せるってことはね。なので、そういう意味の役割を与えるってこと、そしてそこでね、感謝されると、ねああ人の役に立って嬉しいなって、僕も人の役に立てるんだっていうふうに自己肯定感は上がっていくということでございます。自分はここにいていいんだっていう感覚ね。はい、じゃあ次は14。 日,日常体験を提供するあこれはすごくいいよね。あのー、ずっと家で引きこもりゲームをするとかね、家だけで遊べることっていっぱいあるわけじゃないですか。もちろんそれはいいんですよ。家が安全基地になるのはいいんだけれども、まあ、たまに、ね、自然に行く、うん、自然体験をさせるということ、これすごく大事よね。えー、やっぱり自然の中で、ね、五感が刺激されるんですよ。ね、見る、触れる。 風の冷たさとか、水冷たいなとかね,ね、なんだろうな、あとはその、こ、え、け、ー、てしまって痛いとかね、あで音、なんか、デーでー、ポポーって鳴いてるわとかあ、なんかこの、水おいしいとかね、なんかそういうことじゃないですか。五感を刺激する体験っていうのが、それがもう想像力につながるんですよ。自分が想像したから、相手の苦しさ、痛みに、えー、寄り添えるんですね。想像力、すごく大事ですよ。 想像力があるからね、ね自分はこんなことしたいな、あんなことしたいなっていうことが湧いてくるんです。想像力を高めるためには、育むためには、五感を刺激する体験がすごく大事。まあ、に非日常体験ね。ね、えー、人間が作った、人間の手,手が加えられていない世界に連れていくのがいいんじゃないかなと。もちろん安心安全は守らないといけないよ。それをした上でね、非日常を体験させる。これはおすすめでございます。はい。次行きましょう。15個。15個目ね。 えー、赤ペンを置く。 これはね、子供の話を聞くときのポイントの一つです。赤ペンを置く。ね。赤ペンを持って話を聞くっていうのは、話を聞きながらね、あ、それはあんたが悪いんでしょうとか、あそこもう少しこうした方がいいのにとかあ、あなたこれまた同じこと間違えてるね、みたいな感じで、子供が言ってる言葉に罰をつけて話を聞く。これを赤ペンを置く、赤ペンを持つと、持って聞くっていうふうに僕は表現させてもらってます。そうするとね、えー、子供は怒られる、あれ言ったら怒られる、これ言ったら怒られると思うとね、えー えー、思ってることをもう親に言うのやめとこってなるんですよ、めんどくさいから。ね、だから、もう親,親に話さなくてな、こんな気持ちになってはいけないんだって言って自分の気持ちを否定しちゃうんですね。そうじゃなくて、赤ペンを置いてね、えー、自分は真っ白い紙になって、えー、子供が言ってることをそのまま、ね、映し出すって感じ。 で、映し出して、えー、あなたが言っていることはこうかなってそれを見せてあげる感じ、もうその感覚、そういうふうに見せてあげることで、子どものイライラとか感触というのはすーっと収まっていきます。ね、スーッと収まっていく感情というのは外に出ればね、緩まっていくので、えー、感情を外に出す手助けをする、そのためにね、ジャッジをしたり、赤ペンを持っていたら、自分の気持ちを言わないから、いつまでもイライラが取れないんですよ。はい なので、赤ペンをを置いいて話を聞くととうことね。真っ白い紙になってこういう気持ちになったのかなこんなことこんなことがあったから悲しかったのかなっていうふうに、えー、あの話を聞いてあげるってことこれ大事なんじゃないかなと思いますそれでは次は17あ16ですね。他人と比べない まあこれはね、どの育児書にも書いてることだよね。兄弟と比べないとか、他の友達と比べないとか、そのテレビのえ誰々さんと比べないってこと、まだテレビつけてもね、YouTube 見ても、やっぱりその道のスペシャリストが映ってるわけじゃないですか。スーパーキッズダンサーとかね、天才ピアニストみたいな感じでね、そういうのと比べられるとね、自分はどうせもピアノやってもそこまでならへんわとか、ダンスやっても自分にはこの人には勝てないわってなると、やっぱり やるる気がなくなくくっててし、ししし自分のことを否定してしまうわけでしょ。だから人と比べない特に一番比べやすいのは弟とかお兄ちゃんとか上の子とか下の子とかいわゆる兄弟姉妹ですよねそこと比べるとか昔の私と比べる昔の私はそうじゃなかったのにとかね私が子どもの時はこれを1年生の時には濃くできたよみたいな感じでねとにかく人と比べない大事なことはその子自身の過去と比べる スタートの子自身がスタートしたそのスタート時点と比べて今どうなのかっていうことをちゃんとこう言葉にしてあげるとね、うん、それは目に見える結果だけじゃなくて、えー、目に見えないプロセスも評価する、ね、例えば漢字漢字がね10個あって、ね、10個新しい漢字を10個覚えた、ね、10個覚えたっていうことはあのー、覚えたねって これは目に見える結果ですねで。目に見えないところといえば、その例えばそれでね、えー、10個書けるってことは毎日、なんだろう1日1個,や 1, 1個の練習をしてたっていうことがあったとして,、ねあったとしてえー、じゃあ毎日こうやって、えー、1つずつ覚えるってことをこう習慣化できたねとかね、えー、それをお母さんに言われずに自分からできるようになったねとか、目に見える漢字が10個書けた。 ということじゃなだけじゃなくて、えー、その結果を出すために子どもがやってきたこと、そのプロセスもしっかり伝えてあげるってことが大事なんじゃないかなと。でこのプロセスを伝えるためには、それを観察していないと、プロセスを見ていないと言えないんですよね。言えないで観察していなかったらどうなるかというと、目に見える結果しか分からないわけで、結果で評価しちゃうんですね。結果で評価するというのは、例えば点数、えー、今日なんだろうなバスケの試合があって2点決めた。じゃ2点じゃないですか。2点しか分からないですよ。 でも、それで負けてしまって子どもが悔しがってるってね、悔しがっててね、なった時に、いや、どういうふうに伝えるかですね、どういうふうに伝えるか。 2点しか取れなかったけれども、えー、2点以外の部分で2点を、2点の点数を取るためにどういう練習をしていたのかということを伝えることができたら、あ結果は負けてしまったし、2点しか取れなかったけれども、えー、そこまで学んだこと、例えばランニングシュートを覚えることができたとかね、右のドリブルだけじゃなくて左のドリブルもできるようになったとかね、そういう点数では測れない、スコア化されていないところも伝えることができるじゃないですか。 そうするとね、結果が出ていなくても、もう一回やってみようかなと、負けたけれども、成長はしたなっていう実感を得られるんですね。 だからここは他人と比べないっていうこと、プラスね、結果だけじゃなくてやっぱプロセスもちゃんと評価してあげる。そのために子どもを観察すること、プロセスを見てあげること。でそれをね、えー、そのだか初めにそうやって言語化して伝えるってすごく難しいんですね、褒めるのもね。なのでい、いいところを見つけたらそのノートに書くっていうのはすごくおすすめですね。いいところっていうのは結果だけじゃなくて目に見えないところもしっかり観察する。 表情はどうかなとか、どういう練習をしているのかなとか、何分やったのかなとか、そう、漢字を何個覚えたとか、点数何点取った、試合は勝った負けたか、結果だけじゃなくて、そのプロセスをしっかりメモしてあげるっていうのは、メモしてあげるているとね、メモしているとね、そのプロセスを伝えられるじゃないですか。なので、いいところ日記みたいなのを作って、それをやってあげるっていうのもおすすめでございます。そして18個目、子供に決めさせる。これすごく大事ね。 えっとね、これはね同志社大学と神戸大学やったかな、ちょっとあのやり抜くこと投げ出すこの習慣にも書いてるんですけども、いわゆる子どもの幸福度に最も影響する因子、要素って何なのかっていうことを、ね、研究したんですよで。その結果、学力とか年収以上,に、ね、以上に自分で決めたかどうか、自己決定力っていうのが一番大きかったってことなんですね。 まあどれだけいい大学に行っても、どれだけイケメンと結婚してもね、どれだけいい会社に就職したとしても、それを自分で決めていない、つまり自分が納得していなかったら、ね、そこにそれでどんだけ成功しても幸せにはなれないってことなんですね。そうなんですよ。だからこれ自分で選ぶ、自分で決めるっていうのはまさにこの自己肯定感にも大きく紐づいているところで、自分で決めていいんだってことなんですよ。あの自分の人生を自分の思い通りに生きていいんだってことですよ。 もちろん思い通りにっていうのはね、えー、ローソンでねた、えー、なんだろう、うまい棒食べたいと思ったからお金払わずに食べるとか、そういうことじゃないですよ。もちろん法律やルールやマナーもあるし、えー、自分も自由に生きていい代わりに、他人の自由も同時に尊重しないといけない。そういうことはありますよ、それが社会なんだから。 ね、そういうのはあるんだけれども、自分の人生は自分で決めていいという感覚を、ね、育てていくことっていうのは、子どもの幸福度を上げる、そして自己肯定感を上げることにつながっていきます。なので、子どもに選ばせてあげるっていうこと、ね、決めさせる機会を増やすっていうこと、これすごく大事だよね。えー、どうするって、ちっちゃなことでもいいんですよ。 あの全てが全て決めさせるとことは難しいと思います。あの親にもあのスケジュールがあるんでね。忙しいんで、えー、全部が全部子供に任せるのは難しいけど、えー、任せれる範囲を少しずつ増やしていく。それがいいんじゃないかなって思います。はい、えー。次は19個目。いよいよ近づいてきましたね、最後にね。22で終わりやからね。バットを引き出す。あ、これすごく大事ね。バットっていうのはね、しかしってことじゃないですか。これアメリカの大学院で習ったことなんですけど、バットを引き出すっていうのね。えー、っとね、 言いたいたことが確かにお母さんが言うのは正しいんだけど、てんてんてんとかね、それは頭では分かっているんだけど、てんてんてんとか、やった方がいいなと思っている、点点てんてんだけどってやつです、ね。それを、だけどの部分を、ね、言,わなさあの言わないようにさせてないかってことですよ。それを閉じ込めていないかってこと、蓋をしていないかってことですよ。 それをちゃんと言葉にさせるってことですよ。頭では分かってる、あ、頭ではわかってるけど、何かあるのかなっていうことでしょ、うんえー、こうした方がいいの分かってる。分かってる。うん。分かってる。けどけど,ど、何かあるけどどうなのとかね。そのバットっていうのを怒らずに聞くということ。ここすごく大事なんですね。バットっていうのは子供の本音であったり、本質的なことじゃないですか。ね、頭では分かってるけど、やらない。やれない。そこに一体何があるのか。 何かがあるんですよそ,そこをしっかり受け止めてあげる。それは子どもの弱い部分であったり見せた,い見せたくない部分かもしれない。例えば失敗が怖いからやりたくないとか、ねえー、前にここでやるって言ってしまったらできなかった時恥ずかしいから言わないとかねそういういわゆる弱い部分であると思うんですね。バット、えー。何々だけど点々点,点のその先は。でもそれをちゃんと否定せずに受け入れてあげると、ね、弱い部分自分のそのままを受け入れてもらえたって感覚になるんね。 そうすることで自己肯定感を下げずに済むということです。なので、えー、子供は頭では分かっているんだけどできないことであったりね。なんかこう言いたそうにしてるけどモジもジしてることあるでしょだから言語化するの難しいんですそもそも。大人でも難しいんですよ。自分の本音を伝えるって。どうですか会社で。本音伝えるって難しくないですか親友でも。ね難しいんですよ。親、親子関係でも難しいし、子供やったらもっと難しいんですよ。語彙力が、語彙力が少ないからね。 体験してることも少ないから難しいんです難しいだからこそバット、えー、子供がもじもじして何も言えなかったりとかね、えー、頭では分かってるんだけど点々点その先を否定せずに受け入れてあげようってことですそして20個目ネガポジ辞典これねアプリにもあるんですよネガポジ辞典ってこれどういうことかというと、えー、ネガティブをポジティブに変換する時点なんですよ例えば、えー、おかっち,おかっち、ね、落ち着きがない 落ち着きがないだけ聞いたらネガティブじゃないですか。でも、あのポジティブに変えると、え何だったっけ好奇心旺盛とか出てくるんですよ、ね。行動力満載とか出てくるんですよ。ね、そういうこと。だから要は、そのネガティブなところ、まあ、悪いところ見つかると思うんですよ。子供のこんなとこ直してあげたいとかあ、心のままやったら困ってしまうなとか、もちろん欠点を改善すること、直すことは大事なんだけど、それは環境を変えたらそれが長所になることもあるよね。ねお相撲さん、ものすごい体でっかい。 ね、サッカーさせたら短所ですよ。うんうん、鈍いから、動きが。でも相撲やったら長所じゃないですか。そんな感じ。おかしい、字下手ですよ。字汚い。だから習字教室行ったら、それは短所として浮き彫りになるんですよ。問題点になる。字が汚いのはね。習字教室に行ったら、なんとかして直さないとってみんながね、圧力加えてくる。だけど、アート教室に行ったら、それをもっともっと自分らしくすることをに、に、えー、褒めてもらえるかもしれん。個性的な字だねって。ね。そうなの。 そういういことだから、ネガティブ、もちろん悪いところを改善するのも大事な大事なんだけど、それをやってくると、やりすぎると自信がなくなる、自己肯定感がなくなるから、苦手なことは自己肯定感を高めた後にやったらいいって僕は基本的に思ってるんですよ。ね、自信がついた後にですよ。ね、だから、ネガティブなことを直そうってするんじゃなくて、それが生かせる環境はどういうところなのかなと。子供が褒めてもらえるような環境に移動するってこと。 今その環境にいるからそれは直しなさいって先生に言われたいね、えー。するわけなんですよ。そうじゃなくて、今のそのままの子供が褒めてもらえるような、そういう場所、そのネガティブだと思っているところをポジティブに変換してあげて、そのポジティブとして発揮できる場を用意するということ。ねえー、子供の、例えばね、なんかあのえー、空気を読まない、ね。言いたいことばっか言う。これは、もしかしたら批判的思考があるとかね、物事の本質を見る目があるとか。 そういうことに置き換えられるわけじゃないですか。そうすると、例えば哲学対話の教室に行ってみるとかね、ディベート教室に行ってみるとかね、そういうような、なん,かなんだろうな、えー、とこに行ってみたりしてもいいわけでしょ。そういうことなんですよ。ネガティブだな、直した方がいいなって思ってるところをポジティブに変換してあげる。それを子供に伝えてあげてもいいよね。僕師下手なのって、ね、じっとできないんだって悩んでたら、 あ、じっとできないって悩んでるんだねってちゃんと受け止めた後にねそれってもしかしたらでもお母さんにはこういう風に見えるよとじっとできないっていう捉え方もできるけど、えー、興味を持ったことに行動するっていうすごい情熱の持ち主であり自分に正直かなと思うんだけどどうかなとかね、えー、子供がネガティブになってたらまあいきなりポジティブに無理やり通ってするんじゃなくてしっかり気持ちを受け止めた上でねこういう見方もあるよって伝えてあげるであったり自分自身が子供の悪いとこしか見えてなかった時に自分自身でネガポジテ点となってねあこういうふうに 考えられるなななっててていいいいう風に、えー、変換してみてもいいんじゃないかなとそうすることでねだめやな直さないといけないなと思っている部分がね子どもの長所だなと思えるようになれば関わり方は180度変わります。ね何としてでも直さないとじゃなくてどうやったらその,その子どものいいところが生かせるかなっていう発想になるんですよ。そういうことですね。はい、次は21あと2つですよ。はい 手紙を書く。あ、これはいいわな。うん。なかなか難しいかもしれんけど、まあ子供にね、1年に1回、まあ、あのー、もう決まった時でいいじゃないですか。まあ誕生日でもいいです。えー、子供に、えー、この1年間でできたこと。こんなことできたね、あんなことできたねって。1年前はこうだったね。でも今はこういうふうになってるね。で、これからはこういうふうになっていくの。応援してるよみたいなこと。これね、あのうちの教室でも言ってるんですよ。 え、手紙というか、まあプレゼン、手紙のようなプレゼンテーションをしてるんですね。えー、MIP っていう風にね、えー、その3ヶ月最も成長した選手を表彰するっていうことでね、3ヶ月前はこうやった、ドリブルもできへんかったし、えー、自分のことしか考えてなかった、パスもできなかったね、でも今はどうや、下級生でわからんこと、人がおったら俺が教えちゃうわって自分から行くし、えー、チームのためにパスをすることもできるようになってきた。できないことができるようになってきた。自分のことだけじゃなくて、周りのことを考えてプレーできるようになってきたね。これからも3年生の、 ね、ええー、見本としてえー、頑張ってほしいあなたならできるみたいな形でねプレゼンするんですよ、ね、でそ,うするそうプレゼンすると子供もをね泣き出す子もいるし親御さんも,もうるうるしてるんですけどねでそういうのをあのー、誕生日プレゼントとして一緒に 上げるとかね、まあ、1年に1回でもいいし定期的にでもいいし、えー、あの時のあなたはこうだったけど今こういうふうに成長したねっていう成長したことがわかるそして、えー、これから生きていくためにこううのこうう勇気をもらえるような、えー、言葉を、えー、綴ったが本当に思ったことを書くってことをねそれをするのもいいんじゃないかなと思いますそしてそして最後、まあ、これが一番最後でふ,ふ,ふさわしいかわからんけど、あのー、親ばかになるということね,うーんねーお 子供のこと愛しすぎたら、ね、なんか変な親子と思われるんちゃうかとか、ね、さっきにもありました、子供が褒められた時にそれを素直に受け取ったら、えー、親バカとして思われるんちゃうかとかね、えー、あると思うんですけど、子供の自己肯定感を上げるて下げないってことを考えた時にね、親バカになるってすごく大事なんですよ。つまり、子供への愛を伝えるってことでしょ。 愛を伝える。それを言葉でも行動でも伝える。これすごく大事だと思うんですね。そうすることで子供は自分は愛されているとか、自分は必要とされている、生まれてきてよかったんだって実感が得られるわけじゃないですか。親バカになってはいけないとか、ね子供の前、えー、みんなの前で子供をこうね、えー、子供にを愛してはいけない愛、愛情表現をしてはいけないじゃなくて、どん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 表現する。思ったことは、ね、えー、ご家庭で言ってることは外でも表現してもいいし、ね もちろんちょっと気になるんだったらちょっとセーブしてもいいけど少なくとも謙遜はしないであったり少なくとも、えー、否定しない、バカにしないってこと親バカになるってことすごくいいんじゃないかなと思います親バカになってはいけないじゃなくてなっていいんですよで親バカっていう表現自身がなんかこうネガティブじゃないですかだからさか親バカになってはいけないっていうふうに、ね、思ってしまう気持ちもわかるんだけどいやなっていいよう子供の自己肯定感を上げるっていう意味ではなっていいよ 自分は愛されていることころがわかるから。でも嘘ついたかんね。本当に思っていることを伝える。もうこ,こ,をここをね軸にして、えー、ちゃんと愛情表現をしてあげる。スキンシップもしてあげる。抱きしめてあげる。ねえー、励ましてあげる。ね感謝してあげる。感謝っていうのはうななんだ何々をやって,くれ,てからくれたからありがとう。行動面の感謝とともにね生まれてきてくれてありがとう。あなたがいてくれて嬉しいよ。って存在面 においても感謝を伝えるる承認するというメッセージ大事なななんじゃいいいいかとと思いますはい、ということでね、今回は、えー、緩める子育てラジオ第1回ということで、子どもの自己肯定感を下げない関わり方を22個紹介させていただきました。まあ、いきなり22個全部やれって言ってるわけじゃないです。ね、これ、おかっちが言ってることの正解とか不正解とかね、そういうことではないんで。 え何か参考にして、うちの子供には合いそうだなって思うところをね、ちょっと取り入れて、日常生活で、子供との関わりで実践していただけたら嬉しいです。あとね、皆さんが日頃やってる中で、子供の自己肯定感を下げない関わり方、自己肯定感を高める関わり方があればね、こんなことええよってコメント欄にも書いていただけたら嬉しいです。みんなでね、コメントシェアしたら、それだけでもあの学びになると思いますので、ぜひコメント欄をえうまく使ってみてください。うまく使うっていうかね、入れてください。コメントしてください。嬉しいので。 はい、えー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますと、えー、チャンネル登録明日も聞いてもいいかなって思っていただいた方は、まあ、毎日やってるわけじゃないけど <laughs>、ね、定期的に、まあ、このラジオは多分週に1本ぐらい配信してい,きたいくと思いますので、えー、よかったらフォローしておいてくださいフォローボタン今ポチッと。 フォローボタンというかチャンネル登録ボタンねで。チャンネル登録ボタンにある鈴のマークも押していただいたら皆さんの元に通知がいくと思いますので、ぜひそちらも合わせてお願いします。で、僕ね、えー、この、今回はね、えー、自己肯定感を下げない関わり方って話しましたけど、えー 著書が2つありまして、えー、緩める子育ての本っていうのがね、えー、この7月、2023年の7月に発売させていただきました。それはまさに、こうしないといけないっていうふうに頑張りすぎてしまうお母さんに向けた本です子供。子育てはしんどいものと諦めてしまっている。それは自分の中にあるこうしないといけないという見えない鎖に縛られているからだと考えています。その見えない鎖に縛られていると、親も子も苦しくなって、えー、親はイライラしてガミガミ叱ってしまうし、そしてこんな自分はダメ なんだってて自分を責めてしまうなので、こうしないといけないということを緩めていく。完璧にしなければいけないとか、ちゃんとしなければいけないとか、助けを求めてはいけないとか、わ、ねえー、からないと言ってはいけないとか、いい母親にならなければいけないとか、そういうやつです。そういうことを緩めるための本。 を書きましたので、ぜひあの概要欄に貼り付けておきますので、そちらもチェックしてみてください。あとね、えー、この収録中にも話しましたけど、僕、毎日ボイシーやってます。ラジオです、えー。そちらは10分、15分で比較的短いやつですので、毎日発信してますので、ぜひそちらも合わせて聞いてください。概要欄に人気本層のチャプターを貼り付けておきます。安心感の育て方ですよね。 はい。ということで今日はこんな感じでしょうか。あ、あと公式 LINE もやってるから。公式 LINE これもすごくおすすめ、おすすめです。何がおすすめかというと、えっ、ー、と、普段有料講義がやっ,てやってるんですね、僕も。有料の講義。ライフスキルコーチ認定講座ってね、えー、まあ、2 45万する講座があるんですけども、その講座の一部の、 えー、レクチャー部分を26本プレゼントさせていただいてます無料です子供と親の非認知能力を高める、えー、PDF シートもプレゼントさせてもらってますのでぜひ概要欄から、えー、登録してみてくださいということで今日はこんな感じでしょうか I am a star, you are a star 自ら輝けば世界は輝くワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバイ今日もありがとうね2回3回繰り返し聞いてみてください